はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、今回ですね、アークエンジェル組をちょっと揃えたんで、副長はナタル、まあ、補佐値200あるんで、まあ、適任ですね。で、通信兵はフェルトにして210でしょ。でね、ソーダ兵がなかなかいなかったんですけど、ジョージ・グレン、そうだ、200あったんで、こいつを雇いました。で、整備兵はプロフェッサー。240ってめちゃくちゃ高いよね。で、ゲストはラックス・クライン。ミア・キャンベルの方が高いんだけど、まあ、キャラクター的にラックスの方が好きなんで、ラックスを入れてますという感じですね。とりあえずメンツは一旦これで、当分の間やっていこうと思います。お金が4万5000まで減ったんで、またお金を貯めなきゃいけないっていうところですけど。では、何話まであるんだ ?6 話まであるのか。まだまだ敵、強い感じはしないから、オルフェンズの月光、進めていきましょう。また新しいやつが出てきてんな。ザザ・フォッシル。ジジル・ジジン。オレルス兵とか。どういうキャラだ?わからん。アルジやボルコの活躍により、タント店舗の跡目をめぐる構想は、元盗目の娘リアリナが引き継ぐことで決着を得た。テッド・モルガトンの暗殺から実に数ヶ月が経過してからのことである。来るのが遅くなってごめんなさい。大変なのはこれからだぞ。お飾りの盗目じゃねえってことをここから証明していかなきゃならねえ。ドルトの放送は見たな。ええ、クーデリア・アイナ・バーンスタインの演説で、しばらくコロニー全体が不安定になる。アバランチコロニーでも労働者が自らの権利を主張し始めているもの。だが、その逆境さえ乗り越えれば、盗目としての面目は立つだろうよ。私はこの状況をチャンスだと思ってるわ。それが分かっていれば上出来だな。お父様の娘として生まれて幸せよ。だから安らかに。ここよりタント店舗は新たな盗目のもと、次の時代へと進んでいく。父テッド・モルガトンの意志を引き継ぎ、時にはギャラルホルンとも渡り合う度量がリアリナに求められ、そして彼女が盗目としての責務に謀殺される中、若き代表を支える主に新たな出会いが待ち受けていた。
たな開口。主がザザより多くの敵ユニットを撃破。ヒットポイント高えな。先に攻撃したらちょっと、てかなんでこいつラブルスとかいうわけのわかんないのに乗ってんの。アスタルトどうした。まあいいや、とりあえずこっちの後ろに隠れてよ。攻撃して5000。反撃して5700。よし、ここかすめ取ろう。一気いただく。ちょっと待って、これ上等だ。売られた喧嘩は買ってやれ。ゲットゲージはいらないけど、事務所に隠れよう。あとよろしく。
よし、こいつももらうでしょ。ああ、俺んとこに来た。いただきまする。3体倒せばだってもうこっちの勝ちでしょ。ここら辺にいよう。なるべく当たりそうにないと。船狙ってきたし、さてさて、それでじゃこいつ倒しての、さすがにちょっと下も行かないと。でも戦艦結構そうだよね、ヒットポイントあるもんね。どういうあれになるんだ。まあいいや、倒せないけど、これでやつが倒してチャンスステップで下に行く。で反撃で狙われて、最後は俺がかすめる。どうだ、撃墜よ。
さ、だいぶ包囲されてんな。主出たのか。まあまあまあ。で、主とジジルが2回以上交戦で、主がジジル。ジジルって誰？まだここから出てくるやつか。これ誰？これザザだよな。と他は変わらないから。とりあえず、いけるか。アスタロとナシメントになってるから、ゲットゲージ、最初からだ。しかもライフル4しかないし。劣化してんな。で、戦艦をどうするかだよな。こことここで、分けたい気もするけど、一回こっちに行って、出すやつだけ出すか、カトルとか、めっちゃ移動できるけどさ、おお、なんとか。え、4800当たんなくないか、多分4500。仕方ない、ケルティムミサイル。4レベル。で、あ、このくらいでいくか。こっちどうするかだよな。え、なんかめちゃくちゃ、回答を下にして、ちょっと下の方に動いて、で、恒例の壁、あ、ハローになってた、そういえば出しとこう。ここら辺で壁を作るか。一振りがね、若干使いづらくなったんだよな、フリーダムに比べて。通常時の射程が落ちたから、覚醒地鍛えてスーパードラグーンをなんとか使用できるようにしとこう。シャトルの事故が数ヶ月前だって。嘘を言うな。それはこちらのセリフだ。彼女をさらった本当の目的は何だ。結構食らうな。反撃でやっぱ倒してこう。で、ハロー結構やばい。もうちょっと中に行こう。よし、これで一応倒せるか。こっちの方が強かったわ、普通に。やった、アスタロト。俺をアスタロトを舐めるな。ぶっちぶせ。めっちゃガッチョンガッチョンしてたんだけど。
敵が同じなんだけど、こっちはこっちで何とかしなきゃいけないってこと。あ、いける手助けできんな。どうする。アークエンジェルも前面に映れるか。映れんな。ちょっと映れないやつだけなんとかしよう。ピープショーテル9700とか火力はさすがに高い。エネルギーダメージとかめんどくせえことしてくんな。で01なんだっけ、あれオプションパーツつけたまんまだったわ。ジャンクパーツで一回これ前面に出てバリアントで倒して、で全員移ろう。やばい、戦艦が落ちる。その前になんとか排除しなくては周りを。何体ロックできるこれ。いや、いけるだけいこう。倒せないやつはもう倒せなくてしょうがない。一体とりあえず倒せるやつか倒していこう。回避された最悪なんだけど。トロワ、よし、こっちはこれで終わり。いや、ちょっと危なかった。戦艦が危なかった。ハロ4だけ。で、こいつと2回戦うんでしょ？主とジジル。とりあえずぶん殴っとこう。小僧、機体の出力に頼りすぎているな。それがどうした！俺は負けないってこと証明してやれ！やりすぎちまっても文句はなく。当たれ！火力は高い。バスタードチョッパーでいいでしょう。モビルスーツとはこう使うものだ、小僧。勝てば何だっていいだろ。よし、倒した。統率参加。
誰が何家なんだろう、全然わかんないんだけど。ジジルジジ、こいつは何者なんだ。ギャラルホール相当恐れられてるね、特にアリアンロッド艦隊みたいなやつら。で行けるのはストライクはまだで、バイエイト待機しちゃ、しちったよ。バイエイトでオプションパーツのこれ外さなきゃ。これ誰、バイエイトシュバインか。なるほど、ダブルビームキャノン欲しいっちゃ欲しいけど、ちょっとなメリクリウスも防御的に欲しいんだよな。プラネットディフェンサーまして、防御300超えてるし。いやー、でもまあちょっと火力のバイエットシュバインから作っていこうかな。ジェミナスはもうそのまま、ジェミナスちょっとだいぶもう弱いな。セラビーまであと1レベル、サントロックどうしよう。あ、でもなんだかわかんない機体がいっぱいだな。で、ゼロワンはもうこのまま5にしてフェニックスでしょ。これ何、これアリオスか。なるほど、アリオス射程は結局4か。ケルディムのなんか装備してるやつがあんな、ちょっとわかんねえ、なんか違いがわからん。多分装備が違うんだろうな。やっとこう。で、アストレイはブルーフレーム D、 弱くなってんだけど。ビームキャノンドラグーン、これ覚醒、覚醒だな。覚醒系はもうちょっと大変なんだよな。で、ハロ、ハロはダブルオフリーダムウィングゼロで、ここがサイコハロだから、サイコハロにはしたいな。もうめちゃくちゃ上がるな。じゃあヒットポイント1万くらい上がるし。で、ブルデュエル、デュエル、ベルデバスターストライクノワルか。ブルデュエルからデュエルにすると相当弱くなるな。相当弱くなるけど、まあいいか。ちょっと期待の変化を楽しみましょう。ストライクフリーダムのミーティアなんてあるんだ。でも結局だよね、攻撃力340になってるけど。いやー、ちょっとストフリだな。ストフリのままでいこう。で、これダブルオーにしよう。で、こっからまた育てていって、バルバトス第6形態、避難形態もなるんだ、マジで。これまた第7形態とかなのかな。ローエングリーンランチャーどうしようかな。一回こっちの、いやー、武装が減るな、武装が減るね。プロトゼロ、まあウィングゼロにするでしょ。ウィング系いっぱいあんな。ヘビーアメジエンドレスワルツ版、ちょっと上がる。あ、移動力全然上がるじゃん。なんだかんだで射程5しかないんだ。まあいいや、作ろう。さて、ジャスティスはインフィニットジャスティス。 OKOKOK、 めちゃくちゃ強化されたな、こっちのチームも。という感じで、まあ月光の敵も結構強くはなってきたよね。あと何話、トロワバートン、ああ刹那のこっちがいる、こっちに変えたい。56か、なかなか結構敵も強いかんな。まあちょっと月光を進めていくか考えよう。ちょっとあと何やってないっけ。
ダブルをディスティニー全然進めてないんだよな。でもなんか同じ話なんか一気に進めてった方が話のつながりが分かりやすいからな。それは月光終わらしちゃうか。期待も揃ってきたし、というところで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。